第2回問題 1, 1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 1>, 1番先生が生徒に話しています。生徒は休み中に何をしますか休み中です。休みが終わるとすぐテストがありますから、その前に勉強しましょう。テストが終わったらスポーツや旅行で楽しんでください。家の仕事をするのもいいことですよ。はーい、頑張ります。 生徒は、休み中に何をしますか休み中です。2番。2> お母さんと男の子が話しています。 男の子はこれから初めに何をしますかただいま。お帰り。お母さん、お腹すいたよ。何かない冷蔵庫にケーキが入ってるわよ。わー、三つもあるね。買ったのお隣からいただいたのよ。それより手洗ったの早く洗っていらっしゃい。はーい。 男の子はこれから初めに何をしますか ?3 番。男の人と女の人が話しています。 女の人はどのスポーツをしますか来週会社のスポーツ週間だけど何に出る走るとか飛ぶとか。走るのはダメ。飛ぶって上に上じゃなくて前に飛ぶんだ。上ならいいけど前はね。私泳ぐのは結構早いのよ。プールはないよ。投げるのは 結構遠くまで投げるわよ。じゃあそれで行こう。女の人はどのスポーツをしますか？ 4番。お母さんと女の子が話しています。女の子はどんなものがいりませんかいらないものです。あきこちゃん、今日は寒いから長いコート着ていきなさいよ。これなら寒くないね。それに首と手にも、今日は本当に寒いから。首のところはいいけど、 では、邪魔なの。じゃあ、カバンに入れていけばいいでしょ寒くなったらはめるように。カバンもいっぱいで入らないのよ。そうまあ、じゃあいいよ。女の子は、どんなものがいりませんかいらないものです。 5番男の人と女の人が話しています二人は何について話していますかえー、これ大きすぎるわよそれに重そうだしでもさ外国旅行だからいっぱい入らないとそれにしても大きすぎるわよまああなたが持つんだから構わないけど。 二人は何について話していますか。六番。男の人と女の人が話しています。 夏のコンサートには何人ぐらい集まりますかいよいよ夏のコンサートが近づきましたね。今年は何人ぐらい集まりそうですか今日までで出席予定は150人です。去年の今日は何人ぐらいだったんですかえーっと、200人でした。今、1日に20人ぐらいずつ増えています。 あと10日ありますね。このまま行くと去年より多くなりますね。そうなると思います。今年は涼しいですからね。夏のコンサートには何人ぐらい集まりますか 7番男の人と女の人が話しています。女の人の娘さんは昼間何をしていますか昼間です。お嬢さん、テレビ放送局でアナウンサーしているんでしたよね。夜遅くて大変でしょう先月でやめたんですよ。喉が痛くなったんだって。今は アクセサリーの店で働いていてますよそうだったんですか。でも綺麗な仕事でいいじゃないですか。でもとても安いらしくて夜はスーパーでレジをやっていますよ。若いですからね。土曜日曜はコンピューターの学校へ行くんだって頑張っていますよ。 女の人の娘さんは昼間何をしていますか昼間です8番男の子と女の子が話しています 女の子は今月お小遣いをいくら使っていますか毎月親からいくらお金もらうの僕は4000円しかもらえないんだ。私はお母さんから5000円、お父さんから2000円よ。7000円か。すごいな。でも今月はお父さんがくれないの。それに妹に1000円貸したし。じゃあ僕と一緒だね。 でも足りないからお姉さんから2000円借りたの。女の子は今月お小遣いをいくら使っていますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 一番。男の人と女の人が話しています。伊藤さんが遅いのはどうしてですか 伊藤さん、遅いわね。道が混んでいるのかしら。今日は日曜日だから、そんなはずないよ。もう30分過ぎているわよ。故障かしら。彼の車は新しいから大丈夫だよ。じゃあ、もしかして、ちょっと電話してみるわ。どうだったまだ家にいたわよ。 1>, 1時間間違えたんだと言ってたの伊藤さんが遅いのはどうしてですか 2番。男の人と女の人が話しています。男の人はどうして引っ越しますか 今度、引っ越すそうね。駅から遠いけど、静かでいいって言ってたわよね。そうなんだけど、今度は駅に近くて広いんだ。少しうるさいけど。うるさくてもいいの実は来月結婚するんだ。彼女、仕事を続けたいと言ってるし、それなら駅に近い方がいいと思って。そうなの。おめでとう。 男の人は、どうして、引っ越しますか3番男の人が話しています。山田さんは、どんな人ですか 新しく会社に入った山田さんは、とても元気でよく食べる人です。でも考え方が古くて若い人の考えには合わないのじゃないかと思っています。山田さんはどんな人ですか 4番男の人と女の人が話しています。鈴木さんはどの人ですか あの、鈴木さんってどの人ですかああ、鈴木さんですか。ほら、あそこで5、6人がお酒を飲みながら話してるでしょはい。今、ちょうどお皿から何かを取ろうとしている人がいますね。その隣の男性ですよ。いつもは背広を着ていますけど、今日はノーネクタイです。 鈴木さんはどの人ですがお番男の人が女のとと電話で話しています。男の子のお母さんは 今何をしていますかもしもしあっかずくん お母さんいるいないよ。お母さん今、病院に行ってるよ。え、病院どこか悪いの違うよ。病院じゃなくて、美容院だよ。ああ、そうなの。じゃあ、また後でね。男の子のお母さんは、今、何をしていますか 6番男の人と女の人がカレンダーを見ながら話しています。美術館に行くのは何曜日ですか 今週、東京美術館へ中国美術展を見に行こうよ。いいわね。土曜、日曜は混むからやめましょうよ。そうだね。月曜にしようか。月曜は美術館お休みよ。そっか。僕は水曜以外だったらいいよ。私は金曜日、用事があるの。じゃあ、この日か、この日だね。どっちがいい遅い方が混まないんじゃない そうだね。じゃあ、この日にしよう。美術館に行くのは何曜日ですか 7番男の人と女の人がサッカーを見て話しています。試合はどうなりましたか 残念だったね。3点取って並んだのに、最後の45分に1点取られて。向こうは強いから、3点取ったのは立派よ。試合はどうなりましたか 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1>, 1番 仕事が終わって帰ります。何と言いますか ?1. すみません。お先に失礼します。2. 皆さん、ごゆっくりしてね。3. これから家へ帰っていきますよ。 2>, 2番、レストランで待っていたお客さんに何と言いますか ?1、悪いですけど少々お待ちください。2、すみません、お待たせしました。3、ごめん、何分待たされましたか 3番。ご主人が会社から家へ帰ってきました。奥さんは何と言いますか ?1、お帰りなさい。2、気をつけてください。3、ようこそこちらへどうぞ。 4番。お客さんが店に入ってくるのを見て何と言いますか 1>, 1「いらっしゃいませ」2「行ってまいります」3「どうぞご遠慮なく」 5番、自分のために一日案内してくれた人に何と言いますか ?1、今日はいろいろなところを歩きましたね。2、今日はあなたが案内していましたよ。3、今日はいろいろお世話になりました。 問題,4問題4では絵などがありませんまず文を聞いてくださいそれからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください 1>, 1番 ちょっとお時間よろしいでしょうか。1、はい、ちょうど5時です。2、はい、5時まででしたら。3、はい、5時間はかかります。 2番、2> あなたの家から富士山が見えますか 1>, ?1、え、本当に見せてくれるのか ?2、そう、天気が悪い日に見えないな。3、ええ、天気がいい日に見えるよ。 3番、お先に失礼します。1>, 1、そうですね、失礼しました。2、いいえ、失礼しませんでした。3、お疲れ様でした。 4番、昨日なくしたカバンが見つかりましたよ。1>, 1、それはいいことですよね。2、ああ、よかった、ほっとしたね。3、ああ、楽しかったですな。 5番、最近、体の調子が良くないんだ。1、それはそうですけど。2、それはいけませんね。3、その方が悪いかしら。 6番。私が貸してあげた本はどうでしたか ?1、あのー、まだ読んでいませんけど。2、それは読みませんでしたけれど。3、えー、っと、あまり読みませんけれど。 7番、私はお寺を見学したいのですが案内してくれないでしょうか 1, 1はいよろしいですよ2とても素晴らしいところですよ3楽しみにしていますね 8番、今週の日曜日は何かやることがありますか ?1、何かあったでしょう。2、いいえ、何かあるでしょう。3、はい、ありますよ。